カンタロウ自体は何の変哲もないそこらの教師の解説だよね。あまりディスりたくないディスってるよ、ね、バカ程度だよてめえら。カンタロウの腹触ったりマーカーにぎにぎしてる動画本当に気持ち悪いんだからやめてほしい。数学ネタはつまらん。それでいて数学の魔術師だな。どうだよ、始まりました。もちチャンネルです。はい、そこらへん。え、そこらへんプレイヤーだから、うん、すげえな。そう来たか。うん、さあ、カンタロウさんのお家にやってまいりました。166センチが。何しに来たんだよ。今日はですね。呼んでもいないのに来るんじゃねえよ。いや、めちゃめちゃ、LINE さらしちゃいますよ。早く来てよーとかって書いてる、あの LINE。嘘つけ。そうなの。あ、なんか通った。男しかいいじゃないかよ。女性陣は、奥でなんかまったりしてます。そう、そんな中ですね、なんとカンタロウさんの持ち込み企画というで、ね、持ち込みしてねえよ。カンタロウさんの悪口をなんかネット上で叩かれてることを結構見るってすごい、はい、たまにね相談されたんで、うん、じゃあネタにしちゃいいじゃないですか。それだって言ってたんで、じゃあネット上にあるですね、はい、カンタロウさんの悪口に関して、はい、カンタロウさんに答えてもらおうと、はい、反論してもらおうと。最初に言っときますね、うん、ほとんどない。もう、うん、多分気にしてるだけ、まあ、あ、そうだね、人格後期だからね。うん、そうそうそう、後期ってわかる？え、更年期障害のノブね、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 そんなノブなカンタロウさんなんですが、うん、はい、あんまりないです、はい、ぶっちゃけ。君に比べたらとかじゃないの？まあ僕に比べたら多分1000分の1以下だと思うけど、あまりないですよ、実際。いろんなサイト探したんですけど、暇だよね。いやいや、暇大変だった。暇って顔してもね、だってほとんどいいこと書いてあるから、ちっと思いながらね、もうそうボツばっかりで、はい、でもまあ多少は確かにありました、はい、なんでそこをね、はい、読めよ。だから いいとこなんか、ほら、なんかカンタロウを超える数学系 YouTuber この先もしばらく現れなそうだとか。嘘つけよ、本当に書いてあるから。ほらほら、カンタロウ超える YouTuber この先も現れなそうだって書いてあるでしょ。俺じゃないじゃんそれ。と言ってもカンタロウも最近かなり限りが見られるがって言って同じ人が書いてます。あ、そうなんだ。上げといて、ね、うん、だからまあカンタロウのように解いてみた系 YouTuber が一番気楽に見られるからと、うん、厳密性もひったくりもないし。厳しいな。 なんかね、そうそうそう、厳しい、面白いね。じゃあ読みますね、はい、こういったのはですね、匠は本職の物理をやった方がいい。何で、待って俺これカンタロウさんとやったこと聞いてたのに、いきなり来た。なんでそっち行くの。数学ネタはつまらん。仕方ない、数学なんか今結構ズキズキ来てるんだよ。鈴木貫太郎はナチュラルにつまらん。なんか飛び火してんな、飛び火。あまり見ていないのもあれば面白い人は少ないな。そうなんですか、数学系って。知らん。結構、まあ、アンチの人ってよくあの枕言葉として、うんうん、あんまりよく知らないんだけどとか、うん、見たことないんだけどって言うんですけど、見てんじゃん、見てから言えよって思いますけどね。なるほどね、うん、この下にもちょっとね、たくみさんの悪口ありますけど、やめてください。面白いですね、やっぱね。ちょっともうすごいわ、もうその後小賀さんとかもうボンボンっていろんな人の方、怖いわ、すごい。そういうのをいつもあれ一つ一つスクショしてるんですか。怖い、振りが怖い。いろんなところにこう追い込んでって言わせようとしてる詰将棋みたいな。すごいね、ストック持ってんだからの。持ち駒がすごいのかな、持ち駒性は。さあ、カンタロウさん、はい、次ですね。カンタロウ自体は何の変哲もないそこらの教師の解説だよね。あまりディスりたくないが。ディスってんじゃん。逆に。めちゃめちゃディスってんじゃん。ポツダム宣言を受諾した総理大臣やろうと。検索してて困ったのは、そっちがやっぱりあまりに多くて。そうね、数学つけないとさすがにあの本家本元の方が。それはもう、歴史上の人物から。ツイッターで悪口探したんですけど、やっぱもうほとんどが総理大臣しない。ツイッターはそっちになるぞ、うん。鈴木カンタロウみたいにオイラの公式、ひいては高校数学に数学の意味を見出そうとしてる人ってなんか気持ち悪い。そうね、ごめんね、気持ち悪くて。そうなると、まあ割とほとんどの数学 YouTuber 気持ち悪くなるんですよね。確かに意味とか意義をね、重視するチャンネルなんですよね。はい、大事だよ。泳ぎしてる、見てないとして。はい、そう。公式プリントした T シャツ作ってるのとか、ほんと気持ち悪い。いや、これはね、売れてなかったらね、うん、売れてるんですよね、もうね。残念ながら儲かってますよ。そうなんです。毎日のビール代ぐらいになってます。あと、解説もバカみたいに遠回りな解放することもあるし、頭は悪そう。こうやってフォローに行くとひどい、こうあれ温度プレゼント結構もう笑うしかない。あ、でもやっぱオイラーの公式は素晴らしい、うん、はね、オイラーの公式、オイラーの公式は素晴らしい、別に俺褒めてないし。俺褒めてない、別に。でも見方変えればただの複素平面極形式でしかないし、美しいなの言うのは好きじゃないと思って、うん、これどういうこと、うん、まあそういうことだよ。それはオイラーに失礼。
俺にだけではドモアブルまでしか行きませんが、どういうこと？俺のチャンネル見てちゃんとね。ドモアブル、うん、違うでしょ。だってドモアブルが楽になってるだけでしょ。そう、形式を表すことによってね、はい、それは分かってないんじゃないですか、逆に。分かってないだろ、てめえら。俺も分かったけど、指数関数と三角関数の結びつくのは全く自明じゃないでしょ、人総数の範囲。呼び乗りって数学科出てないんだろう。内容がいろいろひどいこれよくね、知恵袋にはいるんですよね、うん、そういう。あ、やっぱいるんですね。それでいて数学の魔術師だの。すげえ飛び火食らってる。俺が多分たくみさんのことを数学の先生って呼んでる。呼んでるという。で、たくみさんがカンタロウさんのことを人間味のある授業と呼んでると。ああ、本のね、先々文にも書いてある。ああ、はいはいはい。うん、はい、この程度教育系の YouTuber の身内のケツの舐め屋が本当寒いわ。ケツ舐めるわけねえだろ。ねえ。それ以外友達いねえんだから我々は。やっぱりカンタロウさんとこ読むと自動的に匠さんに特進するっていうね。もうびっくりしちゃった、これ座ってるだけで言って思ったのに。カンタロウはサクッと見た感じ高校範囲だし、予備校の面白い先生ってレベルで楽しめるだろうけど、予備乗りは浅い理解で深い内容を説明しようとしてるからめちゃくちゃ。じゃあ出てこいじゃん、お前が出てこい。もう怖いっすね、これ。あ、でもちゃんと、いや、そんな匠の理解がめちゃくちゃということにならないとかって、それに返してる人もいますね。ごちゃんでちゃんと反論してくる人もいるんだ。深い内容をある程度、ある程度の短時間で視聴者が理解できるように授業するのが困難だから。なんとなくな説明になってる。何個かの授業しか見たことないんじゃないですか、もうそれは。いろんなタイプの動画ありますからね。ほら、あくまで視聴者に合わせてということで、需要のバランスを考えてということなんで。それは一番考えてる。うん、お、カンタロウの腹触ったりマーカーにぎにぎしてる動作本当に気持ち悪いのだからやめてほしい。そんなにお腹にぎにぎしてますか。確かにお腹触ってる、やってる、授業無理でやってる子や、見てみろこれ。緊張してるんですよね、ちょっとね。緊張してにぎにぎ増やした草薙の草薙を増やすのと同じなんですよ、にぎにぎ。そう、まあ、気持ち悪い T シャツ、ね、なるほどね、マーカーいじってる。空手家の矢部があのあそこを握るみたいな。そう、よくわからないけど。本当にね、そういうね、うん、緊張から来る行動なんでね。あ、でも確かに俺あのポケットからこうポジションチェンジとか打つよね。それこかい。みんな。カンタロウって人なんか痛いわ。なんか。カンタロウさん人間性が受け入れない。受け入れられないでしょうね、多分ね。一人称受動詞しないで。受動体分かってる。なかなか。一人称オラオイラとか本当鳥肌立つ。うるせえな。あれのよ。動画の中でおいでとか言ったことないよ。そうなの。俺多分、ね、私って言ってる動画の中では。あ、動画の中で。動画喋ってる時出ないんですよね。うん、私は。カンタロウの動画低評価がやや増えてきてて草。そうなんですか。知らない。朝あもう投稿と同時に5個ぐらい作るね、大概。ああ、まあそうですね。待ち構えてつけてるね。そうそうそう。このチャンネルも言いますからね。うん、待ち構えてつけてありがとうございますって感じで。YouTuber は賞味期限が短いでしょって。受験数学がせいぜい大学1年程度のお話だけでネタが続かない。自分で新しいことを勉強していけるタイプでもない。俺めちゃめちゃ勉強してる。めちゃくちゃ勉強したタイプでしょ、むしろ。そうだね、うん。この2年間でだいぶ伸びてる力。数学力。本当にそうだから。ぜひいろんな動画見て言ってください。はい、そうすれば。カンタロウ動画に良質コメントが多かった理由としては、そもそも動画で紹介する解放があまり良くなかったので皆が別解を示したがった、うん、いいじゃない、いいこと、これ何、いいこと、いいこと、なさ上げてんのか下げてんのかよく分かんないコメントですね、これね。そうね、あの本当別解を書いてくださる方がそう本当にありがたくて、みんな多く言って、なんか PDF とかであるんですか。あ、そうそうそう、ね、PDF でもちゃんとあの別解を書いてくれる方がいて、それはもう本当にありがたい話で、それを見に来る視聴者もまあいるんで、うん、もうそれはもう本当にありがとうございます。そこでカンタロウさん動画閉じないで、うん、ちょ垂れ流しといて。あ、でも実際それしか見てない人も多分そうやって確か言ったよ。カンタロウの動画はコメント欄にしか価値がないと捨てはげか。2番、問題が簡単すぎず難しすぎずでちょうど解いてみたくなる難易度だった。サムネ効果もあり。あ、それはもうね、その通りで、もうまさに朝6時半の定時投稿などで問題解くのを日課にしている人が多かった。これにより自分の解放と比べながら視聴する人が多かった。別解コメントをカンタロウ自身が重宝していた、うん、そのフィードバックをその後の動画に反映したり、間違いの指摘に対してはコメントの固定や動画の取り直しをした。全てではないが、ケアレスミスや簡単な質問には返答するが、難しい指摘は放置し視聴者相互で補完し合うに任せた、うん、これ上げてんのか下げてんのかどっちなんですかこれ。まあ事実なんじゃないですか。
気に入らないコメントにはハートマークをつけず放置した。ひどいのは削除してた。あ、削除はしてるのありますよ、ひどいの。結構ディスるにもハートつけてるときありますけどね。あ、そうだっけ。カンタロウさん、回答で間違えたとか出ると一日中気にしてますからね。あ、気にするタイプなんですね。気にするの、はい、そう、前田匠と風呂の中でする話あってた。風呂の中で、あの全部言わないと、全部言わないと、全部言わないと、ケツを舐め合うなとか言った後にさ全部言わないと、あのパラグライダーした後に温泉に行って、はい、あのイープゼに浸かりながら話をしたということで、風呂で傷を舐め合ってたみたいになっちゃうじゃん。あ、まあ、決してカンタロウさんは別にあの間違い放置しようっていう考えじゃなくね、うんうん、すごく気にしてるけど、せっかく視聴者の人がコメントくれたから消すのはもったいないなって。僕あの一言じゃないですかね。僕らもこれめちゃめちゃ傷つくから。我々で言うのは優しく消すなめる。結局舐めるんかい。優しくね。優しく舐めるね。本当にね、まああるんですよ、これで1回でめちゃめちゃ指摘されるから僕らね。視聴者の年齢層が高く、コメント自体が比較的落ち着いていた。うん、ああ、まあ確かにそうですね。視聴者の年齢層本当に高いです。受験生向けでなく、学び直しの人や数学的措置のある人の視聴者が多かった。勘太郎自身が数学の専門家でないため、コメントしやすい雰囲気があった。あ、う、あ、ん、なるほど。こんなところで勘太郎さんの動画は人気が出たんだろう。はい、ね、分析してる5チャンネルのフィールドいいんですね。はい、他にも出てて、これは5チャンネルじゃないですね、うん、大阪大逃避数列訂正っていうのをなんか出してて、うんうん、改善されて合ってると思うけどまだ雑な気がする。気がするってのはダメですね。まずあのちゃんと言ってほしいですね、うん、実はですね、これ2020年あたりと2019年の終わりあたりにやっぱすごく勘太郎さんがこう出てくるというか書き込みが増えてるんですけど、2018年にもですね、実はスレがあったんですよ、はい、で2つほど2018年に勘太郎さんのスレっていうのができてます、はい、5チャンネルに。そこに書いた人がですね、はい、2人あ、2人2人、あ、それ知らない、2人で2018年合計するとですね、勘太郎さんのスレでこう書かれてたやつっていうの書き込みはですね5個。大炎上じゃないですか。まあそれだけね、興味は5個知られた。2018年我々があったぐらいですね。そうですね、初めて会ったところが2018年の5月ですね。はい、はい、そうですね。だから勘太郎のスレみたいなの出たんです、うん、でそれに対するレスですね、書いた人っていうのが、うん、ステマ嫌い。勘太郎さんが自分で書いたかのように思われてるわけですよ。ステマってわかります？わかんない。ステマ知らないのか。さっき将棋の謎のやつ、ステルスマーケティングですよ。あ、あのあれね、あのこうわかんないように、そうそうそう、わかんないように映像入れちゃうやつね。いや違う、あ、違います。映像入れるって、え、それなんかそれサブリミナルでしょ。あ、そうそうそう、そうそうと思うでしょ。自分じゃないふりして自分の宣伝をする、うん、ああ、森説明だけですね。なんでだよ、やったことないわ。さっきからずっとやってるんですよ、スマホでね、うん、やってる。そうそう。そう、そこで、だから勘太郎さんが書き込んだんだって言って、ああ、じゃあ俺がどうせ自分でやったんだろうって、自分でやったんだろうっていうふうに、その通りですよ。まあまあ、これ当時2ちゃんだった頃ですね、うんうん、それで来てて、それに対する返答が、うん、まあ、これでおしまいなんですけど、うん、そのスレッドは、うん、それのレスが、うん、あのじじい2ちゃん知らんだろう。エグザクトリー、エグザクトリー。っていう感じになってました。はい、はい、ありがとうございました。たったのこれしかなかったんですよ。で僕なんかこの何十倍とありますから、それはまあ人間性の違いじゃないですか、ね、おい、ね、人徳って知ってます？人徳、はい、知ってます。人に徳と書いて人徳ね。人徳、You have no 人徳。違う、no 人徳ね。意外と勘太郎さんは読んでたらやっぱ重宝されてるというか、すごい良かったっていう、おかげで分かりましたみたいなのが多かった。その通り。あとは結構なんか深くやってくれると、学校ではこれしかやらなかったけど、はい、こうどうしてそうなるのかみたいなのをやってくれるっていう趣旨が分かっていただけたら、はい、ありがとうございます。それではあの次回は森哲先生のやだやだアンチコメントを24時間最初でお送りいたします。ずっと読むだけね。あのね、できるんだよ24時間それぐらいあるんだよ本当に。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。スイネクさん、スイネクさんあるのね。絶対これ森って3チャンネルです。お疲れ様でした。いや